筑摩志氏は、日本の氏族の一つ。河内の豪族で、楠木氏に従った中心として、筑摩三郎がいるとされる。その後、永6 2年片野軍号加護侍連盟長に、津田村筑摩郎左衛門の城義秀、筑摩玄左衛門義康、藤坂村筑摩玄馬現場頭兼重、及び根木筑馬、中塚佐厚弘が挙げられ、官営十七年三宮廃伝着坂区には、 津田村津久間市一県、藤坂村津久間市一県が記される。その後自称2年、慶より、地語位下文章博士の中原福友が派遣され、同地を治める。以前より、なんと幸福寺の参加にあり、国人として、津田村津久間郎左衛門の城吉秀、津久間現在門吉康、藤坂村津久間現場頭兼重、及び根木津久間、中塚笠敦弘が見られるが、 この時代積極的には参戦しなかった。筑く武たは、子育て小編纂。また、大将や筑くま藤十郎が、長尾陣屋へ提出する文書、完成三年を移し書きし、旦那寺の西法寺に預ける。同文書に、将や津ぐ忠た郎も見える。池岳文庫の筆頭家老、生家の藩士奉公書、によると、売信、主人、家老、武部池田。先祖。 つくま繁栄門、つくま芸門、父、つくま芸門、書状、つくまとある、つぐまの森つくま、屋台、つくま神社、ありがとうございます。